こんにちは、こんばんは、ジンです。今回はビブラートのポイントについてお話ししていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ビブラートと一口に言いましても、いろいろなビブラートがありまして、例えば波の小さい緩やかなビブラート、もしくは波の非常に大きいワイドビブラート、波の細かさもですね、ゆったりとしたビブラート、波が速いちょっと急いでるようなビブラート、さまざまなビブラートがあるのですが、すべてのビブラートに共通して言える大事なポイントはピッチです。例えばドレミというフレーズがあったとして、ミの音にビブラートをかける場合、こういったビブラートのかけ方ですと何がダメかと言いますと、ドレまではわかるんですけど、その後にミを弾きたいのかファを弾きたいのか、はたまたミーフラットを弾きたいのか、この人はここのピッチに行きたいんだろうなっていうのが見えないままにいきなりもうビブラートが入るので、自分がこういったメロディーを弾きたいんですよっていうのがちょっと相手に伝わりづらくなってしまいます。ビブラートをかける場合は基本的にこのピッチを弾きたいんですよというのをまずは相手にしっかりと認識させてからビブラートをかけ始めるといいと思います。具体的には目的の音をまずはビブラートをかけず、一定時間伸ばしてからビブラートをかけ始めるとしっかりとしたメロディーラインも伝わると思います。今回は比較的ゆったりしたフレーズで弾いたのでゆっくり伸ばしたんですけど、一定時間伸ばすといってもですね、ものすごく伸ばす必要はなくて、早いフレーズとかだとそんなに伸ばしてる暇がなかったりもするので、極端に伸ばす必要はないです。少しでもビブラートをあえて入れない時間を設けることで、この人はこういったメロディーラインを弾きたいんだなっていうのが非常によく伝わるようになりますので、どういったメロディーラインを相手に聞かせたいのか、ピッチを大事にしながらビブラートを取り入れるとより表現の幅が広がると思います。今回の動画は以上にしようと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録いただけたら励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。